はい、こんにちは。夫婦で縁ゲームのふみこです。はい、FD さん S です。はい、ではイーラの続きやっていきたいと思います。はい、お願いします。前回終わったところから、イーラの首都の方をちょっとぐるぐる回って、いろいろやってきあのクエストとか受けて、次の行く先とか見つけたんですけど、2つぐらいなんか街の中のクエストクリアしたら先に進めるようになったんですけど、その途中でちょっと今ちょっと出しました現在の目的のところに、以前ここに見つけたの兄弟、ブーラ人の兄弟、彼らのお父さん、会いまして、そう、あの街にいた、あの街じゃなくてイーラに今あのアデルたちいる抵抗軍いるじゃないですか、抵抗軍のグーラ人まとめてる人がお父さんだった。でそっちが忙しくて迎えに来れないと、てか本当は子供たち迎えに行きたいからちょっと暇をいただきたいって言われたんだけど、そう、じゃあその子たちだったら知ってるから俺ら行くわみたいな感じで、で迎えに来ることになったんで、まあそれで今グーラにいます。本編進める前に先にちょっとこっちだけやっちゃおうかなと思いますけど、左じゃない、いないやはり問題発生のようです。じっくりと一点集中。あ、ちなみにこのフィールドスキルですか、全員マックスになってますんで大概のものはできます。あ、そうなんだ。はい、お、足跡を終えと。前回もあったね、ありましたね、まあ、そんな感じ でレベルもレベル55になってまして、多分ここまでで出現してる足跡失ってるよ。うん、どこ行ったのこれ。ここまでに出てきてるユニークモンスターは多分全部倒したと思います。どこだ、足跡つけない、見えないんだけど、奥に光ってる。あ、あれか、レベル 55? 今55です。バカなんじゃない。めっちゃ楽しかった。これ足跡じゃねえ、足跡じゃなかった、あ、花だった。え、ちょっと待って、すでに見失ったんだけど、どういうこと。え、待って。え、どこなの。ちょっと待って、もう一回戻ろう、え、ここに落ちてる。ちょっとほら、足跡の形よく見せて、上から分からない、分からんね。こう来てじゃん、こっから逃げとるでしょ、こうですな、こう来ました。え、でそのまままっすぐなの、まっすぐなの。あ、ん、そこじゃ川のとこじゃない、川だ、あった、川沿いに行ったんだ、川ってか、リタンの泉沿いに。これかな、これ夜の方が見やすいとかそういう話ある。来た、違うんじゃない、左じゃないの。もう一回よう見てみ、ちゃんとよく見てみ、ほら、方向をちゃんと見てみ。よいしょ。ここで途切れてるんでしょ。そうそう。あ、夜にしよう。あ、で、あそこじゃないの。まっすぐ。あ、これか。本当に右行く。夜にしたろ。夜にしたろ。これ、あ、見えない。夕方っても最悪だ。色合いがもう。あ、見やすい。前回の時と違ってちゃんと足跡を追うあれができてるの。前回の時結構足跡関係なかった、関係なくもう上に出てたからね、方向出ちゃってたからね。あ、下降りてったって感じ、下降りてった感じ、落ちてます、足がビリビリします。これ可愛いんだよ、高いところから落ちると。そう、足がビリビリします。あ、合ってた、合ってた、ああ、本当だ、ここしか、ここ降りてきたらここしか行く場所ないから。あ、痛い、あ、あら、
話してやれよちゃんとニヤニヤしてんじゃねえよというわけでなんか、まあ、あの迎えに来たんで、うん、めんどくさいんで飛びましょう。で、あ、ここだったのね。ここにね、この人がお父さんなんですわ。また泣いてんのかよ。また泣いてんの。奥さんはダメだったみたいで、あのこの子たちみんななんだっけ、グーラのあの町の、はいはいはい、滅びちゃった町のとこに住んでたみたいで、ああよかったねというわけで、まあ、こういう感じで人の輪がそこそこに増えてます。できる分だけやってありますので。お、一気に3つ。そうだね。ありがとう。もう人の輪もレベル2になっております。おで、まあこれからはまたあのイベントとか増えてかないと、クエストか、クエストが増えてかないとどうしようもない感じなんで。で、あと、また何かあったら呼んでくれ。途中かな、うん、で、あの砂漠で行き倒れてる人に水あげて、あ、黄金のやつ、ね、そう、黄金を掘る機械がどうのこうのって言ったイベントも、実はちゃんと黄金の機械をちゃんと遊具で作りまして、うん、持ってはいるんで、やってもいいんですけど、それよりも先に進んだ方がいいかなということで、そっちはもうスルーします。あの気になる方は、ちょっとやってみてください、実際にイーラを、うん、それも思うんで、やってもらいたいって気持ちもあるんで、ぜひご自分の目で見ていただけたらなと思うので、うん、ここからはちょっと先に進みます。散歩になりました。カイト系はね、もう本編で出てきちゃってるから、せめてやっとこうかなという気持ちでした。ないいきなりない襲われとる。あれは、フェイスが、ガーゴイル、メズのデバイス。ガーゴイルって言うの初めて知った、うん、あなたたちはここで待ってて。いきなりだ、いきなりだったね、唐突だね。今正門方面から来てる気がするけど、まあいいや。じゃあ行きましょうか。でかいけど。普通に歩いてる。危ない。よいしょ。ラウンドエッジ。オーガ。スラッシュ。カザオ。ハウル。わかりました。マイドウシ。火を出し。終わった。メルトエ。おう。そうだね。レベル上げすぎで。レベル上げすぎ。いやいやいや、レベル55やけど結構苦労したと思う。うるさい。苦労したよ。なんか HP 半分ぐらいになってたし。すごいチュドンチュドンってる。すごいチュドンチュドンってる。あー危ない危ない。降りてきた。こちらに気づいたみたいです。
これ別にあれかな、やっぱりゼノブレード1の時のあれを持ち、あれしてるか、そうでもないか、そうだろうね、もうちょっとスマートな感じでも、これで戦ってるとゼノブレード1のあれ、あれを思い出すやっぱり。あれフェイスだった、フェイスフェイスね、あれを思い出す、避けられるかな、雷ちょっと来たまんまだったいろいろこうユニット戦うにあたってどうしても必要なこう流れっていうかあります、ね、それのためにチェーンアタックするに、はいはいはい、時にどうしても一発じゃ属性弾壊せないんで、うん、そうだね、うん、ちょっと雷二人とかにしてやってたんで、陛下の武器が土じゃない、ちょっと装備変えますわ。これですね。垂れてるところなんか好き悠長に喋ってたけどね。大丈夫。先を急ぐんだ。最高。危ない。ラウガエッジスラッシュ。崩れろ。いい感じで取れろ、誰か、ライジン、ナイスナイスナイスでライジン、待て、炎よ、やっと待て、すげーゆっくり回ってる、すげーゆっくり回ってる、何それ、どこで、何それ、ライジンさせられる、あ、そういうこと、まだ押していけない、すげーゆっくり回ってる、押してきた、見張ろう、うわぁ、鬼のように削るというガーゴイルかわいそうに終了です。嫌な予感がする嫌な予感しかしないだろう。それ大丈夫なのね、それ大丈夫なのか、ちょっと嫌な予感しかしない。あ出たよ、相棒、お初だな。熱、あれが天の聖杯熱か、すさまじい気迫だな。同じブレードとして恐怖さえ覚えるよ。同感ね。これまでとやり方が随分違うのね。何が目的、戯れだとしたら趣味が悪すぎるわ。飽きたのさ。飽きた？セイレーンを使ってただ沈めるだけじゃつまらない。燃え盛る豪華に包まれながら人間どもが踊り死ぬ様を見たくなった。どういうこと？あれさ、このアルスがどういうもんかは俺もよく知ってる。ならさ、その真の姿をさらけ出してみるのも面白いかも。貴様、まさか。俺が行使するデバイス一体一体には大型のアルスに匹敵するエーテルエネルギーが蓄えられている。そんなデバイスが1万イーラのコアに取り付き、そのエネルギーを一斉に流し込んだ。おお、初の滅との対峙ですかこれ。滅の能力考えたら絶対勝てる気がしない。危ない。
正直前回だって早くがいたから良かったようなもんじゃ、うん、早くてもあるあまりからすごい指示を頼む。何？譲りはしない。出るな。チン。いや、これ遠くないよ。燃えなさい。くそ。アクセス出るな。これをどうにかできるかよ。譲りはしない。私行こう。楽しませてもらうか。チン。これだ。これで。なんかめっちゃ。シーンがタゲ取ってるなんで、うん、分からん。なんかめっちゃシーンがタゲ取ってる。シーン死んじゃうからやめて、ずっと勘弁して。てか私がヘイト集めないと全然攻撃力が。あ、かっこいい。おお、ユーゴ様への思い上がるんだ。いつもと違うぞ、セリフ。アベルオルド、イーラの後取りか。あいつとの同調も伊達じゃなさそうだな。そいつはどうも。金色の瞳、イーラ人は壁眼のはずだが、承服ってやつか。父は寛大でね、そういった分け隔てはしないのさ。錯誤だな。それが招く結果を甘く見すぎている。結果、人間とのはそういう生き物だろう。よく知ってるじゃないか。勤勉なんだよ俺は。なら学ぶといい。はあ、光受け取って。ああ、うっ、はあ、もう力負けしなくなった。おお、さっきまで力負けしてたからね。行くわよ。おー、なかなか物にしてきました。はや、なかなかの技だ。面白いことするじゃねえか。驚いた。これこそが人とブレイドが同調する意味。君はそれを捨てた。はあ、ここにも効くの。それこそ必要ねえからだよ俺には。弾き返すのそれ。キャーかっこいい。いいわ、かっこ。確信したことがある。人間ってのは死にたがりだよな。涼しい顔して殺し合い、自滅への道をひた走りやがる。神から与えられたその命を無駄にすることにかけちゃもう天才的だ。どんな生物だってかないやしね。いや、いらないんだろうな最初から。ならさ、俺はその背中をちょっと押してやるために粋な神が使わした存在よ。そうは思わねえか。そいつらと遊んでてくれ。あれはこの俺がいただく。2体ですか。2体同時か。面白そうじゃねえか。やっとるやっとる。やっとる。やっぱり戦闘だいぶスタイリッシュになったね。うん、やりやすくなったよ。やってる感じだとどんな感じ？こっちやってから久しぶりに本編にやると、うん、
大変どういうこと、どう大変なんだ、どうというと、まあ、まずあの属性ラムの付き方が違うから、ああ そ, うだ、ね、うん、そこがね結構戸惑う。まずその他は、その他はこうやっぱスイッチして HP 回復したりとか考えたりっていうのは結構重要になってくる。うん、そうだね、うん、立てる、分かってる、じいさん、どれ、やつを追うぞ。ほう、分かった。やっぱりこっちでもちっちゃい。ちっちゃーん。あそこ、別だ。遅いな。こいつはいただいていくぜ。別。いいね、その顔。ふん、よし、決めた。ふん、この国を消滅させるのはしばらく待ってやる。こいつを取り返したかったらアルスのコアまで来い。その時に決着だ。ふざけてる。別に退屈しのぎだよ、ただの。